機内職マカオ航空は、マカオの航空会社である、エアマカオとも言う。マカオ国際空港が1995年に開港するのを見越して、中高工業と創始国のポルトガルのフラッグキャリアの TAP ポルトガル航空とマカオ総督府、中高工業が出資して1994年9月13日に設立され、開港後の1995年11月9日から、 就航を開始した。長らく、マカオのフラッグキャリアとして、運航を続けてきたが、格安航空会社のビバマカオが新規参入すると、これに対抗する目的で、マカオ航空が51%を出資して、マカオアジアエクスプレスを設立した。2007年7月の大阪、関西線開設を機に、日本人客室乗務員の採用も開始。二千十年三月、東京、 成田への定期便が就航した。2016年3月28日には福岡へ就航した。アジア圏内のみに就航しており、長距離路線には就航していない。またアライアンスには加盟していない。しかし2010年7月1日には TAP ポルトガル航空や中国国際航空も加盟しているスターアライアンス加盟航空会社である全日本空輸が運航する。 関西国際空港発着の日本国内線に自社便名を付与するコードシェア提携を開始、同時に自社便も全日本空輸便名が付与されるコードシェア便となった。同時に全日本空輸とお互いの便を利用時に自社のマイルを積算できるようになった。エアバス A321 から100、ありがとうございます。